ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。で、ベテルギウスって爆発したの？してないの？いきなりなんだよ。唐突すぎて反応に困る。なんかさ、ネット見ると爆発したって話もあるし、まだまだ先って話もあるし、はっきりしてほしいのよ。そんなのベテルギウス次第だが、仕方ない。お、いいネタがあるんだね、頼んま。じゃあ今回は、結局ベテルギウスはどうなるのか、どうなったのかについて解説するよ。それじゃあゆっくりしていってね。てなことで始めるが、まずこのベテルギウスって天体の素性はわかってるか？冬の大三角ってくらいしか。なら概要からだな。ベテルギウスはオリオン座にある恒星で、全天21の1等星の一つで、大犬座のシリウス、小犬座のプロキオンとともに、霊夢の言う通り冬の大三角を形成しているぞ。そうそう、オリオン座だよオリオン座。他にも明るい星があった気がするけど。それはリゲルだな。オリオン座の中ではリゲルが一番の明るさで、ついで二番目に明るいのがベテルギウスだ。有名どころが目白押しだよ。そんで、真っ赤っかなんだよね。ああ、スペクトル分類 M12 型の赤色超巨星に分類されている。つまり、めちゃくちゃでかい。分類がよくわかんないから、何か言い例えないの？そうだな。ベテルギウスは、肉眼で観望できる恒星の中では最も直径が大きい恒星の一つで、これを太陽系の中心に置くと、小惑星帯を超えたあたりにまで及び、水星、金星、地球、火星の軌道を超えて、木星軌道をも超える可能性があるってくらいのデカさだな。やべえサイズだった。そんで誰が発見したの？人類有史から親しまれていたみたいだから、誰が発見ってのは難しいかな？ただ、古代ローマの天文学者であるクラウディオス・プトレマイオスって人がベテルギウスを、赤みって意味の言葉を残しているみたいだ。ま、結局はそれ以前から発見自体はされてたんだろう。なるほど。古代ローマの時点で発見されてるなら、もう誰が見つけた、とかは探せないね。で、爆発動向の話なんだけど、実際のところはどうなの？じゃあ次はそこに触れていこう。結論から言ってしまうけど、ベテルギウスの爆発はまだ10万年程度の時間が残されているみたいだ。明るさの変化を理論分析したことにより、ある程度判明されてるみたいだぜ。え？全然話と違うじゃん。てか、10万年ってどういう根拠なの？一から説明するよ。これは東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構、通称カブリ IPMU の発表によるものなんだけど、まずベテルギウスは、恒星進化の最終段階にある赤色超巨星で、いつ超新星爆発を起こしてもおかしくないと言われることが多いのは、皆が知るところだと思う。だよね。散々騒がれまくってて、結果爆発しませんよって。ねえ？で、近年ベテルギウスで色々あったことから、オーストラリア国立大学の研究チームは、恒星進化や、脈動の流体力学、精神に関する理論計算を駆使して、これまでのベテルギウスの明るさの変化を分析したんだ。うお？色々が気になるけど、とりあえずガチで調べたんだね。ああ。そんでその結果、現在のベテルギウスは星の中心部において、ヘリウムの核融合が起こっている段階にあると結論付けられたことから、爆発はまだまだ先。10万年以上後なんじゃないかって話なんだ。ごめん、全然わかんない。なんでヘリウムがどうこうなってたら爆発しないの？さすがに難しいよな。てなことでそのあたりも説明するけど、まず恒星が核融合で輝いてるのは知ってるか？まあおぼろげながらそんな感じだった気がするなーって記憶があるくらいかな？十分だ。で、燃えるためには燃料が必要ってこともわかるよな？それはわかるよ。車もガソリンとか軽油ないと走らないもんね。仕組みがそれとは異なるけど。まあいいや。そんで恒星の場合だと、最初は水素を燃料とするんだ。ふむふむ。でも、いつかは水素もなくなっちゃうよね？なくなるというよりは、どんどん重い元素を生成していく感じかな？まあ、どのみち水素はなくなるけど。そして、次に燃料として使用するのがヘリウムになるんだよ。ベテルギウスはこの段階ってこと。とりあえずそこまではわかったけど、だからなんなの？続けるよ。そんで、ヘリウムが終われば窒素。窒素が終われば酸素。ネオン、マグネシウム、ケイ素と、その燃料を次々と変えていくんだよ。どの物質まで核融合が進むかは、恒星の質量によるけど。つまり、核融合の相手が次から次へと変わっていくってことだね。ちなみに、最後の相手はケイ素なの？核融合をする相手となるとケイ素だけど、最後に残るのは鉄になるんだ。鉄ってあの鉄？なんで鉄なの？なんで核融合しないの？鉄は、原子核の中で最も安定しているために、それ以上の核融合が進まないんだよ。要するに、それ以上燃えなくなるってこと？鉄が全く核融合を起こさないというと正しくはないけど、その解釈で問題ないだろう。ちなみに、鉄まで行っちゃったらどうなるの？燃料を使い果たした恒星は、星を支えていた圧力が下がり重力が強くなるんだ。
すると中心部が一気に崩壊を起こして大爆発。つまり、超新星爆発となるのさ。恒星の規模にもよるけど。なるほどね、燃料にならない鉄ばっかりになっちゃうと。燃料にならない？何か気づいたみたいだな。ベテルギウスの今の燃料ってなんだっけ？今はヘリウムが燃えてるんだから、まだ窒素とか酸素やらを残してて。あ、わかった。今はまだヘリウムを使ってて、まだまだ燃料を残している状態だから、それを参考に10万年ってなったんだ。正解だ。この後の段階として、ヘリウムから生成された他の物質による核融合がまだまだ控えている。したがって、ベテルギウスが超新星を起こすまではまだ10万年以上の時間が残っているって計算なのさ。お？これはわかりやすいし、しっかりした根拠だよ。今はヘリウムなんだから爆発はまだまだなんだね。でもさ、それはそれでいいんだけど、じゃあなんでもう爆発したなんて話になったのかな？なら次はそこに触れていこう。まだ爆発まで、10万年以上の時を残しているにもかかわらず、どうして爆発するとか、すでに爆発している、なんて話題が飛び交ったのか、気になるところだよな。そうそう、噂の真相をはっきりさせてよ。任せとけ。まずこれは2019年の秋、天文に携わる皆を賑わすあるニュースが報じられたのは記憶に新しい。その内容が、なんと冬の星座の代表オリオン座、そして、冬の大三角の一つとして夜空に赤く光り輝くあのベテルギウスが、どんどん暗くなっているって話じゃないか。ああ、それ知ってる、言われて思い出した。でもさ、一時的なものだったんじゃないの？ところが年が明けてもベテルギウスはずっと暗いまま。そのため、超新星爆発の兆しではないかと世間では囁かれるようになったんだ。これが噂の始まりだと言えるだろう。じゃあやっぱり危ないんじゃないの？いや、そういう話題が出た後、ベテルギウスについては様々な人が観測を続けていて、観測結果のグラフを見ると2月の中旬頃に最も暗くなったものの、3月頃から明るさを取り戻していったんだ。ああ、よかった。でもさ、それはそれで何か理由があるんだよね？もちろんだ。こうなると、じゃあなんで明るさが変わるんだって話になるだろ？だね。正確な情報がないと、やっぱ爆発したんだって思い込んじゃうよ。まず考えられるものとしては、ベテルギウスは今回突然に暗くなったわけではなく、もともと明るさが変わる星として知られていたことから、それが根幹にあったんじゃないかって話だな。なんで明るさが変わるの？明るさが変動する複数の周期があるみたいで、今回は明るさの変化が最も顕著な周期の現行時期に、別の周期の現行時期が重なったために特に暗くなった、そう考えられているぞ。へぇ、そんなことが起こるんだね。でもなんでそんな周期があるの？詳しいことは不明だそうだ。だが実際、ヨーロッパ南天天文台の VLT と呼ばれる超大型望遠鏡で撮影された。2019年1月と12月の写真を見ると、12月のベテルギウスは写真の下半分が暗くなっているんだ。なんか怖いなぁ。考えられる理由ってないの？あるにはある。実はベテルギウスって不安定な状態でふわふわしてて、星表面の温度が部分的に下がるって現象が起こるみたいなんだ。そのため、星から発する光自体が少なくなった箇所が現れた、みたいな。ふわふわしてるって、もうそれだけでかなり危なそうだけどね。何かの拍子にドカーンって。言いたいことはわかるが、少なくとも我々が生きている間は大丈夫だ。それならいいけど、あ、他にも理由はあるの？あるぜ。ベテルギウスから漏れ出したガスに由来する塵のようなもの、つまりダストが、ベテルギウスの半分を覆ったために、光が遮られてしまったことで現行した可能性も指摘されている。あれ？それだとベテルギウス自身はなんともないよね？だな。そんで、誰も彼もそこは気がかりなのか、赤外線観測によって明るさを調べてみると、目に見える状態では暗くなっていたベテルギウスだけど、赤外線ではあまり暗くなっていないとわかったんだ。赤外線で調べることに何か意味はあるの？ありまくりだ。赤外線の光は、ダストに邪魔されずに通過する性質が強いからな。え？それで暗くないってことは？そう。さっき言った理由の後者、ダストが原因で現行していたと判明したのさ。やった？ベテルギウスは無事なんだね。あ、でもなんでそんなにダストがあるの？ここまで暗くなるほどにダストに覆われているのかという原因までは、実のところわかっていないんだ。だからそれを前兆と言われると困るけど、少なくとも今すぐ爆発する印象はないよ。ふむふむ。とりあえず大丈夫そうだから安心だよ。私たちが死ぬまでは輝いてそうだし。ああ、そういえば今見えているのは爆発していない時代のベテルギウスって噂もあったな。何それ？初めて聞いたんだけど。ベテルギウス爆発の噂の中で、意外とこいつは外せないぞ。サイトの質問コーナーでもまだ散見されるしな。具体的にどんな噂だったの？すでにベテルギウスは爆発していて、今地球から見えているのは健在している時代のものってこと。はぁ？何言ってんのかよくわかんないんだけど。そこの説明が必要そうだな。
まず霊夢、地球とベテルギウスの距離ってどのくらいかわかるか？何光年って話でしょ？全く想像できないけど。約642光年だ。そんで、1光年がどんだけの距離かわかるか？光が1年かけて進む距離だよね。それが何なの？つまり地球からベテルギウスに行くためには、光で642年かけなきゃいけないことになる。そのことから、今地球から見えているベテルギウスってのは、642年前の姿なんだよ。なんだって？今見えてるのに、リアルタイムじゃないの？なんで？なんでと言われても困る。簡単に言うけど、恒星の輝きを見てんだからそれは光だろ？光なんだから、光が1年かけて進む距離を642年かけてやってくるんだし、それにより今見えているベテルギウスがリアルタイムってなる方がおかしいじゃないか。あ、そっか。見る分にだけ見えるものがワープしてくるわけじゃないもんね。不思議だな。ってことは、夜空を見上げて今まさにベテルギウスが消えたとしたら、それも642年前の出来事ってことかな。そう。つまり、2022年に消えたとしたなら、実際に消えたのは1380年ってことだ。室町時代だな。いろんな噂が立つんだね。逆に言えば、そんだけ昔から親しまれてるってことかな。そうなんだろうな。まあ以上がベテルギウス爆発の真相だ。結論を言うなら、爆発はまだまだ最低でも10万年以上はかかるってことで、爆発した爆発しそうって印象は今のところないな。まあ、宇宙視点で言うなら10万年は爆発しそうなんだろうけど、人間のさじ加減って意味でな。オッケーオッケー、いやー、よくわかったよ。でもいつかは、爆発するし、その出来事に最も近い構成の一つだ。消えるのは残念だけど、その死因に立ち会えたらそれはそれでかなり貴重な体験だぜ。ま、このあたりはその人の感性によるところが大きいけど。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。